中年オタッキーと言います。中年ってもう19年近いんですけどね。ビデオ2本目です。で今日はねカメラネタになります。私、中学生ぐらいの頃からカメラやってまして、今でもね一眼レフカメラとかやってるわけなんですけどね。これがね私が現在使ってるメインの EOS1DSMAX、デジタルカメラの一眼レフ。ただねちょっとこの間ね懐かしいビデオを見ようと思って VHS のデッキにビデオテープを突っ込んだらデッキが壊れて再生できなかったんですね。でその時にちょっとふと思いまして、デジタルのデータってね消えるんですよ。DVD とかに入れてても、ね、DVD が劣化したり CDR もそうですけど劣化したり、パソコンに入れててもねパソコンが壊れたらもう終わりですよ。でさらにねデジタルプリントあれってね5、6年でね色が合わせてきて多分ね20年も持たないんじゃないかなっていうふうになんか気がついたわけなんですよ。で写真の醍醐味って撮ってすぐ見るのももちろん楽しいんですけど、長いことね写真をしまってて久しぶりに引っ張り出してね、あ懐かしいなっていうね、それが一番楽しい。若い頃の写真とか子供がちっちゃい時の写真とかそれだと思うんですけど、でもねデジタルはどうも持たないぞと。現状ねこのカメラはたまたま EOS1 ですけど、これ8年か9年ぐらい前に発売されています EOS1 なんですけどね、現実に言ったらね現状の今発売された EOS キスの新型とかに画素数ではもう劣っちゃうんですね。これ100万近くするカメラなんですけど、もともとはね。で画質で言うともうアナログなんかも足元にも及ばないぐらいもデジタルは上に行ってます。ただデータが消えてしまってはね写真の価値がなくなってしまうんですね。で最近私もうデータが消えることに気がついたんでフィルムで撮ることにしました。じゃん。ちょっとねこれトラックの中ですいませんね、私トラックに乗ってるんでね一生の7割8割ぐらいの時間をトラックで過ごしてます。これね今フィルム入ってるんでちょっと蓋を開けないんですけど、 EOS650 一応 EOS なんですよ ね。オートフォーカスのカメラでね、あキャップがちょっと逆向いてますけど、EOS の一番最初のカメラです。でね、このカメラね、性能的にはね、全然いいんですよ。オートフォーカスの速度もね、普通に撮る分にはね、全然問題ないですよ。ただね、シャッター膜にトラブルが発生しやすくて、このシャッター膜のトラブルはね、ほぼ全ての EOS650 に発生します。で、私の動画でね、そのうちね、そのシャッター膜のトラブルの解消法を紹介したいと思います。今日はちょっと割愛します。今日はねアナログの写真の素晴らしさをちょっとだけ、まずねデジタルと違ってねアナログはね撮った瞬間にその撮った写真見れないんですよね。ほら後ろ見てください、何にもないですね。これはね現像が上がってくるまで分かりません。ただね現像が上がってきて昔で言うところの同時プリント、現像とプリントを同時にやる、このねプリントがね昔富士カラー100年プリントとかいうのもありましたけど、100年ぐらい持っちゃうんですよね。現実に私の家にはね私の父の赤ちゃんの時の写真、80年ぐらい前の白黒ですけどね、
現実に綺麗に保存されたわけなんですよ。でこの間あの家の今に飾ってるね子供の写真、デジタルプリントなんですけど、デジタルプリント2011年にプリントしたデジタルプリントがすでにもう色あせちゃってるんですね。色が薄くなってる。デジタルプリントっていうのはね、あれ写真に見えますけどね、写真じゃないんです、あれ絵なんですよ。まあデジタルのデータでデータを元にプリンターで写真画質の印画紙、まあ印刷紙に印刷した、まあ、絵なんですね。厳密に写真に見えますけどね。で、アナログの写真っていうのはどういうことかっていうと、光を当ててね、物質に化学変化を起こさせて、それを薬品で呼び戻して絵にする。まあ、写真なんですね。これ何が違うかっていうと、デジタルプリントはインクを使うんですね。で、まあ、アナログ写真は銀とかそういう化学物質、金属とかねを使って化学変化で変質させる。まあ専門的な用語で言うと不可逆変性っていうものを起こさせて像にするわけですね。でこれは非常に強いと、まあね歴史とか好きな人はもう坂本龍馬とかのね写真を見たことがあると思いますけど、あんな古い写真が残ってるわけですね。で現状のデジタルプリントはっていうと、まあ大手の、まあ、カメラのキー田村さんとかそういうとこがやってるデジタルプリントもそうですし、まあ100均とかで置いてるデジタルプリントも全部インクジェット印刷なんですね。印刷物、これねインクってね消えるんですね。まあ何を言ってるかよく分かんなくなってきましたけど、要はねアナログにね保存性かなわないってことなんですよ。でパソコンとかに保存しときゃいいじゃん、 DVD とか CDR に保存しときゃいいじゃんって思いますよ、ね、まずねパソコン壊れます、絶対に壊れますね。壊れたら終わりです。でね USB フラッシュメモリとかもありますね。あれねあれも壊れるんですよ。でね CF カードとか SD カードもね読めなくなっちゃったりしますね。で最近はインターネット上でその写真とかを保存するサービスとか、まあ、そういうのもありますけど、まあ確かにねしっかり保存してくれるかもしれないですよ。でもねその会社が潰れたんでそのデータ消えちゃうんですよ。だからねデジタルのデータをね 100% 確実に未来に残すっていう方法はね今のところないんです。じゃあね大事な写真はやっぱりアナログで撮ろうじゃないかとね。でねこのカメラ今映ってます。これレンズはねたまたまね新品で買った、これまあ、マキエレンズっていうね、EF50mm の F1.8STM っていうんですね、まあ、これ1万5000円ぐらいするレンズなんですけど、これ本体はね、実はね、EF3570 っていうレンズが付いた状態で、これヤフオクで500円で買ったんです。500円ですよ、500円。送料込みでも1500円ぐらい。1500円ぐらい、ちょっと切ってるかな。切るでしょ。ちゃんと動きます。でシャッターマークのトラブル出てましたけど、簡単に自分で直せました。直しました。でね、電池がね、ちょっと高いんですけど、電池がね、1300円ぐらいしちゃうんですけどね。で、フィルムはね、カメラの北村とかで業務用のカラーフィルムが250円とか280円とか売ってます。ただ、問題は現像です。現像がね、だいたい700円ぐらい。で、プリントが1枚ね、35円ぐらいしますね。でもね、将来に残せる。こっちの写真はね、確かに画質はいいんですけど、未来に残らないかもしれない。30年経って
そんな悲しい思いをねしたくないんですね、私はね。でみんなにもさせたくないんだ。だからね、私はね今日からアナログ写真を推進するようにしました。今後ね、あのアナログ写真にこだわる動画を撮っていきたいと思います。まあ共感できればね、チャンネル登録してもらってもいいですけど、なぜまだ動画が2本しかないんで、まあ、経過を見守ってください。今後動画をアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。